聞いたよ。 Hi everyone, I'm Hina。 ハッピーイースターが近づいてますね。はいはいはい。ということで今日もイースターのゲームするよ。イエーイ。なんだろうなんだろう。ここに5つのエッグがありますね。これは生まれてウーモ？そうです。生まれてウーモシーズン6ミニでございます。Count them. How many eggs do you have? There's two. No, not that one. Two, three, four, five. Yes. Five. You have five eggs. Yay. この five eggs を使って何をするかというと、はい。全知識を学びます。知ってる。お、全知識っていう言葉知ってるの？どういう意味全知識って？みずひな知らなかった？やっぱ知らなかった。いいのよ。ありがとね、ピンキーに付き合ってくれて。全知識というのは、はい、場所を表す単語です。はい、今日は5つやります。5つ。はい、5つの前置詞。 in、 on、 under、 between、 で最後に behind。 behind、 後ろだよ。お、みずひなよくわかってんね。じゃあ1つずつちょっと見ていこうか。はい、まず最初の前置詞は in。 in っていうのは、まあよくね、中に入れてるとか中に入ってるっていう意味があるんだけど、生まれてるのがこの中に入ってるっていう意味。ではこの2つのイースターエッグを使ってやってみましょう。じゃあ pick one small egg, the pink egg, yeah, and put it in the big egg. Yes. Can you open? Good, good. In っていうのは中。そう、こういう状態です。では次は on。 on っていうのは上。そうね、乗っかってるとか、こうやって乗っかってるとかね。あとは上だけじゃなくて、もうちょっと難しく言うと面してるっていう意味になります。例えば it's on the wall、 壁にかかってるピクチャーとかも全部 on になります。今日はまだね、ミスヒナ小学生になってないから、オン、まあ上にあるっていう状態でやってみよう。はい。So can you put the small egg on the big egg? Yohoho, you did it! Good job! これがオンっていう状態だね。うん。では次、Under。Under は、うん。違うね。アンダーは下っていう意味です。Like that。この状態がアンダーだよね。うん、ちっちゃなエッグは大きなエッグの下にある。アンダー。アンダー。Yes, it's under the big egg。では次、between。Between は昔ね、なんか歯磨き粉。歯ブラシだったかな、歯ブラシで between っていう歯ブラシがあったけどね。 between ってどういう意味かわかる、ミスヒナ？真ん中。そうね、真ん中、まあ間ってことだね。間ってことは必ず2つ必要ってことになります。はい。まず pick up two big eggs. Okay, and put it down. Yes, good. Now pick the small egg and put it between them. That's right. そう、こういう状態。ちょっとなんかたくさんエッグがあってわかんないから、4つのちっちゃいエッグちょっとどかしてみよう。これでわかりやすいかな？そう、こういう状態です。小さいエッグが大きいエッグ2つの間、between にあるっていうこの状態だね。うん、最後です。最後は behind。behind は後ろ。そう。そうですね。で、今なんか見えなくなっちゃってるから、もう一度ゆっくりやってもらいたいな。
behind はこういう状態です。ゆっくり、ま、このちっちゃい F を上からこうやって後ろにして、そう見えなくなっちゃったねってことは後ろにあるってことだね、うん、そう、小さいエッグが後ろにあるっていう状態です。これを behind、うん、behind。 ではこの in、on、under、between、behind を使って今日はゲームしますけれども、いつもはエッグハントゲームだよね、うん、どこにエッグがあるか探そう、時間内にっていうのやってるけど、今日はねちょっとレベルアップします。ミスヒナがピンキーの言った場所に置けたら、ちゃんと当たってたら、この生まれてウーもミスヒナのポイントでもらえます。でももしピンキーが言った文章できちっと場所に置けてなかったら、その生まれてウーもはピンキーのものになります。絶対に全部あげるぞ。お、気合い入ってますね。現地市だよ。レディーゴー。インイン、オンオン、アンダーアンダー、ビトゥインビトゥイン、ビハインドビハインド、トゥギャザーインオンアンダーBetween! Behind! Good job! では早速ゲーム開始です。Let's start the game! Yay! まず、ミスヒナが Where is it? Where is it? そう。卵どこ?って聞きます。はい。そしたらピンキーがそれに答えます。例えば上に置いて欲しかったら It's on the table. It's on the table. じゃあミスヒナ練習してみよう、はい、Where is it? Where is it? 早速ゲーム開始。 Yay! Yahoo! OK! Pick one egg. さあ、でフレーズなんだっけ?フレーズは、うん、Where is it? It's in the back. Back? 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 It's in the back. It's in the back.ポケットの中だったけど当たりとしましょう。じゃあそれはミスヒナのだから、どこに置いとこうか。ミスヒナがゲットしたのは、オーケー。あ、それこそさ、ミスヒナのバッグの中に入れたら、けど並べたさ。あ、そうですか。ではでは次行きましょう。 Where is it? It's on the bracelet. Under the
できた？じゃあ答え見てみましょう。It's under the table. It's under the table. そう、机の下にあります。ピポピポ。また、あと2つゲットしたら、もらえる。Where is it? It's between the doors. Between the doors. Between the doors. Over here. It's between the doors. It's between the doors. Beep, beep.最後ちょっと難しいよ。 Where is it? It's behind the flower vase. Up here, here. ちなみにミスヒナ、flower vase って何だと思う？ Flower vase 知らない。え、でもなんでここだってわかったの？え？でも、いろんなお城でもいいのに、なんでこれがフラワーベースだと思うの？だって、お花がいっぱいあるし。ああ、フラワーって言葉でなんとなくわかったんだね。まず、フラワーベース。ベースって何かというと、花瓶のことです。花瓶？花瓶って何かわかる？花瓶は、お花を入れる壺とか、これのことね。It'sBehind the flower vase. It's behind the flower vase. そう、vase は V から始まるよ。Vase. Vase. なので、ピポピポピポ。大丈夫、セクニック。In the doghouse. In the doghouse. On the cake. On the cake. Under the table. Under the table. Between the bamboos. Between the bamboos. Behind the wedding dress. Behind the wedding dress. Between the bamboo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 s.Under the table, under the table. Under the table, under the table. In the doghouse, on the cake. In the doghouse, on the cake. ミスヒタ、コングラジュレーション。じゃあ開けてみようか。Let's open it! ピンク色。なにこれ？なにこれ？なんかサフィーナとかついてる。わあ、かわいい。わあ、かわいい。なにこれ？今回のコレクションはこれが出てくるんだね。色が変わってきたね。お、ハッチします。なんかキラキラ、めっちゃキラキラ、なんかキラキラすぎて、なんか綺麗。お、これはパープル？ピンク？パープル、パープル。見て、なんか可愛いの出た。豚？あ、これ出た。そう、何？なんかプレゼント。これは21番トレジャーヒップハッチっていうカバー。キラキラしてる。こんなにキラキラしてるの初めて見たよ。今度は、おお、
これなんかさっきと違うのか。なんか濃いピンクだよ。そう、ピンキーの目には同じに見えるけど。あ、ほんとだ！ミスヒがすごい！違うね、確かに。うん。ピンキーって名前なのに気づけなかったよ。お、開けられた。真っ赤なんですよ。青色。ブルー？ブルー。なんかブルー色。なんか、うわ。わ、ほんとだ。ミスヒナの好きなアクアの色だね。で、アクセサリーは？お、双子ちゃん。かわいい、見て。ミスヒナ、双子ちゃんは？イングリッシュ。トゥインズ。そうだね。で、なんか目が違う。かわいい。これはお猿かな？うん、そう。モンキー。39番。あ、モンキーじゃなかった。何？プリンセスゴリラビー。ふん、かわいい名前。おー、ヒナの好きな青色だ。何？なんか出た。うんち？違う。あれ出た。シナが一番の出た。え、本当？ほら。え、ミスシナが欲しかった一番？見て、こうやってできる。見て、ここに、こうやってつければ、できた。かわいい。あれ、ミスシナ。それどう見てもベアじゃないよ。ああ、違った。だけど色が綺麗だね。レインボーだね。それはなんだ、なんか。おっと。キツネ、これ。あ、フォックスフィンだね。おー、キューバね。後ろは、こんな感じで尻尾が可愛いね。うん。お羽が、ウィングが、キラキラしてますね。おー。輝いてる。あ、手がキラキラになっちゃった。ほら。ニコニコしてるのがいいね。うん。いや、ちょっと。今度は何だ。お、なんか違う。なんか紫色になった。なんかさっきと違うよ。どう違うの？これなんかさっきと違う。ちょっと。おー、つけられた。マーメイド？尻尾は？尻尾これ。え、なんで尻尾が前にあるの？だって今、座ってるから。座ってるからね、なるほど。うん、29番のマーディアルだね。29って英語でなんだっけ？29。人魚姫だ。なんだこれ、ライオン？違うんじゃないの？出てこい。出てきて。欲しいなぁ。出てきた。おぉ、かわいい。馬だ、馬。多分、ね、これ、きっとこれなんじゃない？ほら、綺麗。上に乗ってるこれは何？これは、ユニコーンじゃない？あ、クラウンだ。冠だね。うん。ラプンツェルみたい。17番でした。
17は英語で15じゃなくて、17。このユニコーンかわいい。あ、ユニコーンなのね、これね、ホースじゃなくて。羽はあるの？このユニコーンは。あるよ。ほら。あ、本当だ。楽しかったよ。ピンキーも楽しかった。おめでとう、ミスヒナ。ボカブリも変えられるんだって。うん、あ、そっか。楽しんでこれでまた遊べるね。ヒナはこれが一番好き、人魚姫。なるほど。なんかね、なんか可愛すぎてなんかこれ選んじゃった。うん。ではミスヒナ、ご一緒にまた遊ぼうね。See you。どこ行くの？バイバイ。